どうも皆さんこんばんは。大型新人仮想 YouTuber のロッキドリッキーです。本日はですね、撮る予定なかったんですけど、ちょっとね、スケートボードショップに行って、動画途中で回したんで、これ後撮りなんですけど、ぜひスケートボードショップ行ったの見てください。それではレッツゴー。メニューメニュースチェードボードロングボードクロー、ニューワンです。クールライクI want to buy small one because this one or this one or this one. I'm thinking now. You have a board at the moment that's still functional? Yeah, yeah, it's all good. Many cool boards. I play cruising only. Yeah, yeah, that's not bad. He's really giving it a go. Nice shot. He has a push and stand, but he hasn't got it. Because my board just stood off 300. はい、今スケートボードショップ出ました。買いました。スケートボードに今乗って移動してます。楽ですね、あると。はい、今ね、ちょっとね、店から出てちょっと買うとこ取るの忘れちゃったんですけど、買いました。これにしました。なんか日本っぽい感じに、なんかこれが一番ちっちゃくて持ち運びできるかなと思ったんで、これにしました。いや、いいですね。さっきちょっと乗ったんですけど、すごいいいです。今日サンダルでちょっと危ないんですけど、これからこれでね、練習とかも行けるようになるんで、これでいろいろ街とかも散策していきたいと思います。ナイキのアウトレットでお買い物して、これから一駅分スケボーで帰りたいと思います。すごいいいですね。シンガポールって鬼一本道なんですよ。だから超いい。ですね、電車だったら2分ぐらいで着くんですけど、多分スケボーなんで10分ぐらい。チャリに負けるんですよね。さっきからチャリに抜かれてます。これから追いかけたいと思います。事故りました。はい、戻ってきました、敷地に。意外とね、思ったより汗かかなかったですね。はい、スケボー結構いいですね。シンガポール小さいんで結構移動できると思います。はい、帰ってきました。暑い、ちょっと暑いですね。今日はね、これ何買ったかというと、ナイキのアウトレットでリュック買いました。これはスケボーをなんか運べるようにここにくっついてて、こういう感じで行けるように買いました。50ドルです。だから日本円で言うと4000円ぐらいですかね。めっちゃ安いです。これと、まあ、
デザインは特にもうあったんで買いました。ここがあったんで。で本日はこれですね。これ買いましたね。これでちょっと遊びました。これ侍がカラオケ持ってる、歌ってるっていう感じで、かっこいいなと思って。日本シアターのこれ乗ってたら日本人って感じじゃないですか。レペゼン日本って感じで。はい。でこれちょっと僕おでん好きなんですよ。おでんってわかるかな。おでん、あのワンピースのキャラクターのおでんなんですけど、これちょっとおでんに似てるじゃないですか。だからちょっと落書きしてかっこよくペイントしたいと思います。どうですか、見えるかな。ライカおでん、おでんのように。まあね、これでオリジナリティも出たと思うんでね、これ乗っていきたいと思います。それではまた。いいね。